バッファさん、こんにちは。こんにちは。なんか新しい挨拶ですか？新しい挨拶じゃないですけど、これいただいたんで。あ、はい、アピールですね。アピールしたんで。はい。はい、で、なんですか？なんか、はい、この見覚えあるところ。見覚えありますよね。来ましたね。僕たちの視聴者さんたちは知ってると思います。知ってますよね。太平洋クラブ成田コース2番の、はい、バンカー手前のこの機械の出入り口ですね。砂まみれなんですよ。機械の出入り口はもうやばいですよ。はい。砂まみれで、はい、まあ、ピンが、まあ、ちょっと真ん中ぐらいですね。そうですね。30ヤードぐらいありますか？あります。はい。どうすんだっていうことだと思うんですけど、はい、あるプロにね、はい、あのこう先輩プロで、はい、まあ、今年の山口オープンと北九州オープンを勝ったね、はい、プロゴルファーがいて、一人しかいないですね。一人しかいないですね。今年なんでね。今年。北村光一プロなんですけど、北村光一プロにちょっとこう。はい、話を聞いて、はい、まあ、それをこう皆さんにもね、はい、あの教えていけたらなと思うんですけど、はい、もうこれは激ムズなんですよ。でもやってみる価値あるなと。ハイレベルだけどやってみる価値、ハイレベルだけどやってみる価値ある練習だと思うんで、まあ、この状況なかなかないと思いますけど、はい、まあ、練習場行ってなんかアプローチ練習があるところだったら、はい、まあ、ぜひやってみてほしいんですけど、はい、ちょっとこう下映してもらっていいですか、松本選手。いいですか、松本選手。もうね、やばい砂まみれで、はい、冬はもう砂だけだったんですよ、はい、でこれ新芽が出てきて砂の上にこうしね、なんかボールが乗ってるだけの感じなんですけど、これだったらまだいいですよ。そうですか。そう、これでもちょっと浮いてるんですよ、こうやってね。浮いてるんですね、うん、はい、あのプリファードでやったらここに置きます。でもここでね、へこたみに入ったところなんですけど、やばいっすねこれ。これどうやって打つかってことなんですけど、はい、まあいろんな手段あります、はい、まあ、試合でやるんだったらエクスプロションで打つかなっていう、それしかないですね、感じなんですけど、はい、まあ、光一プロに教えてもらったのはバンカーがないところだったんですけど、はい、砂地の上からのアプローチとかで、はい、まあ、ここからさヒットさせるのにね、はい、まあ、こうやって上から潰してさガンってハンドファーストに入れて打つのは最終手段だと、はい、おー、最後の最後ってことですね。そう、もうそれは言ったら誰でもできるよと。なるほど。プロゴルファーだったら。なるほど。でそれに頼ってたらやっぱり上手くならないよって言われた。で、じゃあ光一さんどうするんですかみたいな。これはやっぱりしっかりこうクラブヘッド動かして打っていかないといけないと。そうやって打てる人間はやっぱり強いって言った。こういう状況来た時に多分、まあ、光一さんがこの状況来てどうやって打つか分かんないけど、はい、光一さんだったらもしかしたら僕たちはエクスプロションでやるかもしれないけど、はい、小さんだったらこうやって入れてシュンってこうやって、だからそういう状況とは思えないような感じで打つとですね、で打てる技術があるんじゃないかと、うん、なるほど。でやっぱりそれはやっぱりそうやって先輩に言われて、はい、やるしかないなと。まあ確かにこれで上達するんだったらやるしかないですよね。そうそう、練習するしかないなと思って、はい、この場所に来たわけですね。早速ですけど早速、はい、ちょっと一球っていいですか。確かにそうですね、はい、はい、さっき1球そこで打ったんですけど、はい、ギリギリバンカー越えただけだったんですよ。でこれじゃあこれ正面から映してた方がいいですか。バンカーに入ったところは映さないでほしいですね。後ろからでいいですよ。はい、で、はい、ちょっとやっぱりこの土だったらさもう諦めてバンって打てるけど、なんか芝も生えてて、はい、でも隙間はないんですよ。歯が入って、はい、ボールの前に絶対にバンスが地面に当たるんですね。あ、 そうですね、その計算もしないといけないですね、うん、緩めてたらバンスがこう当たって、はい、ジャジャってなったりとかしちゃうんで、その計算もしながらちょっとこう、いや、やばいっすね、打っていきたいと思います。はい、ちょっと手前入ってもいいかなっていうぐらい。わかりました。イメージはだよ。おお、うまく打てた。激うま。隙間なんかなかったんだけど、はい、こうちょっとエッジから入れてバンスが先にね地面に当たるから、はい、ちょっと今のさ動画でこう皆さんこう10秒ピッて戻るやつして見てもらったら分かると思うんですけど、クラブヘッド結構動いてると思うんですよ。動いてますよね。スッて、これが大事だっつうの。クラブヘッドにもちゃんと仕事させながらかぶしといてグンってやるのはね、最後もうそれだったら絶対寄んないじゃん。確かに。でも今のまっちゃん身長で見えない。何にも見えないです。見えない。奇跡的に寄ってるんですよ、ワンクラブぐらいに。あ、ギリ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 見えますね。見えますよ、寄ってて、はい、これができるとまあ砂っぽい
コース行ってもうまく打てるよと。ちょっとなんかハイレベルですね。2回目打ったら失敗しそうだから、まちゃん買っていい？ちょっとこれを、はい、まあ、僕は向こうで光一さんにね、そうですね、教えてもらって、はい、やったんで、いや隙間がないんですよ。まあ同じぐらいの状況ですね。これはね、これで打ったんですか？そう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 。でちょっと柔らかくね、これで打ったんですか？いやこれだったのよ。マジっすか？はい、スッとこうイメージ作って、そうちょっとボールの手前入ってもいいかなって思うような感じで、はい、最初から振っとくんだよね。なるほど。うん、バンスガンって当たるからさ。はい、イメージ出ました。はい、お願いします。整いました。後でちゃんと技術的なことを言っていきたいと思いますんで、まずは見てください。いきます。でも、そうそう、でもそれやろうとすることが大事だから。はい、今そうなるような気がしました。でも気がするよね。僕も一回練習したりは同じようになったんで、はい、じゃあ、ちょっと指導していきたいと思うんですけど、はい、ちょっと構えてもらっていいですか？皆さんも画面の前で構えてもらっていいですか？はい。で、その位置でフェースを開いて、はいはい、そう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 、それでもうちょっとだけ左手を低くするイメージ。ちょっと離れた方がいいですか？離れなくていいです。近づく感じ。近づいて、そう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 、はい、そう、そうすると視点が決まるじゃん。そこに左手が持って、でちょっと上に振るでしょ、バックスイングが。はい、そう。ああ、そのコック、そのコック、もう一回。え、これですか？うん、そういうコック、開いて、そういう、はい、そのコックを使うんですよ。ちょっと僕が見た感じですよ、小一さんに直接教えてもらったりじゃないけど、はい、小一さんがこうやって打ってるなっていうイメージが。小林さん結構近いですもんね。近い。で、バックスイングして、で、そのまま体回転させて、そう、そう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 。そう。いいね。いい感じですか？いい感じ。そのコックがちょっと必要な。ちょっとその、これが必要なんですね。なんていうの？手が小屈じゃない、背屈の方にバックスイングする感じですよね。最新な言葉ですね。いや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 。最新じゃないでしょ、全然。はい、で、ちょっと打ってみましょうか。はい、ちょっと素振りしますか、まずね。ボールがあると思って。ちょっと近めに立って。うん、そう。こういう感じですね。うん、その手をね、背屈させたまま、はい、ずっとスイングするイメージなんですよ。僕が見た感じはそんな感じで打ってるように見えたんだよね。この感じで合ってますよ。合ってる合ってる。うん。合ってます。合ってる。打ってみようか。うん、これ練習することが大事なんで。いきます。そして、うん、難しい。難しいけど、はい、これで打ってたら、はい、ボテってそのバンカー入んないでしょ。まあ確かにそうですね。そうそう、これをかぶせて打とうとしたらさ、かぶせて打ったら多分もう目玉になります。突き刺されますよ。そこになる可能性あるじゃん。でもこれだったら柔らかく出るじゃん、とりあえず。まあ確かにそうですね。そう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 。あとはちょっともう少し感覚をつかまないと。そう、感覚をね、やっぱりこれ練習が必要なんで、なんでも。でもまあミスしてますけど、とりあえずターフがそういうことなんですよ。バスってなってないじゃないですか。そうそうそう。これ上から打ち込もうとしてるとバスってなっちゃうから。そういうことですよね。オッケー。難しいな。しゃ、いきます。うまくなってきた。ほうほうほう。そういうことですよ。打てるようになったでしょ。なんかこのなんとなくそのコツをこう皆さんにも伝わればなと思うんで、はい、まあやっていただけるとね。これははい、ハイレベルすぎるですね。ハイレベルすぎるよね、はい、マニアックすぎるよね。マニアックですね。ちょっと変わってもらっていいですか？だからもうこれは、うん、逆にインパクトのコントロールをしたら、うん、ダメですね。そう、なんかいや、小一さんの見てたらこうやってきて、はい、こういう近いのよ、腕が。あ、絶対こう出してなかった気がしたの。なるほど。うん、ね、めっちゃいい音するでしょ。めっちゃいい音しますね。かといってターフがめっちゃ取れてるわけじゃないし。そうなのよ。これをね、やっぱり僕も結構こう見てね、で、これを打つためには結構ソールが大事だったりするんだけど、はい、まあちょっとやっぱいろいろ変えてきたんで。ああ、そうか。そう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 。だから岩とか結構こう何回
打ってもね決して上から潰してないから潰してないです、ね、球が柔らかく出るじゃないですか。でもなんかやっぱかといってちょっとコックは使っていくから、うん、その鋭角な感じはあるんだけど体をターンさせてるからそういうことですよね、うん、やっぱり体をターンさせるところに結構ミソがあるのかなっていう、うん、このフェイスの人ねなんかこいつさんっぽく見えますね。優勝してる人の真似しないダメでしょやっぱり思ったんですよやっぱり、はい、やっぱ上手い人には理由があるなと思って いろんな技術持ってるなと思ってね。だからやっぱりなんていうんですか、うん、難しい状況に行った時も、うん、にも動じないなんかこう持ってますよね。そうそう技術があるから、はい、メンタルが強いね。メンタルは最後だってやっぱ言ってたし、はい、メンタルもトレーニングなんだけど、はい、やっぱ技術を上げないといけないってだから、その技術を全体的にこうやって上げていけば、はい、だから結構宮崎でマラソン乗った時も結構いろんなコース行って見てたら、はい、あそこから寄るみたいなのとか結構やっぱ寄せてるわけよ。でイメージはやっぱりそういうイメージなんだよね。こういつのこう、まあ、確かにそのイメージありますね。スピン入れれるし、はい、うん、こうね。だからもしかしたらあれかもしれないです。そのライの悪い状況から、うん、こういろいろスイング作りというかなんかねアプローチ作りをあんまり痛くないんだけど痛くないですね。うん、光一さんが言ったやつだから、はい、あんまり痛くないんだけどもう最後まで見てる人に特別にもう12分近く来てますからね。来てます、はい、このショットでも何でもそうなんだけど、はい、ゴルフボールって軽いじゃん。軽いですね。であの人野球やってたから、はい、野球結構いいとこまで行ってたから、はい、野球ボールって重いじゃん。硬式ボールって重いですね。ここで野球ボールをも打ってぐらい重いボールを打ってるような感じらしいよ。だから手先じゃ打てないからゴルフボールなんだけど硬式のボールをこうガーンって重いのをこうやってバーンってこうやって打ってるイメージだから体がターンするらしい。なるほど。ここまで話は。おー昔重いボールあったのを今思い出しましたね、うん、そういうのをやっぱりやってるイメージらしいんだよね。だからミスっても多分そんなに曲がんないのよ。弾いてないから。なるほど。ここまででしょ。後でね、してね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、ちょっとこう見ていただいて、まあまあ近くに乗ってますね。この2球手前に行けば僕の失敗したやつですね。そうですね。まあ、でもグリーン乗ったんだなって思うと。でもその後ちゃんと寄せてますから。そうですね、はい、なんでこう練習してコツさえ分かれば、はい、皆さんにも打てるし、はい、打てんのかな本当に打てる打てる練習すればここから始めるのかもっと手前から始めるのか。そう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 。本当砂のところから、はい、バンカー越えじゃなくてもいいじゃないですか。そうですね。ね、ただもうこうやって上から潰してっていく練習はね、はい、いくらでもできるから後で。あ、まずはこの練習をしてね、はい、やっていただければ上手くなると思います。わかりました。はい、皆さんもぜひ練習してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。